皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段とパクジョンファン九段とのソウパラコサノール最高棋士決定戦のハイライトをお伝えしたいと思います。この、まあ、中村三段ね、ちなみに憧れの棋士っていうか、まあ、尊敬する棋士が、まあ、パクジョンファン九段なんですけれども、まあ、そのパクジョンファン九段相手にね、まあ、どういう対局を見せるのか、まあ非常に注目すべきところでしだったんですけれどもね、はい、内容的にもね、まあ、ちょっと緊張するかもしれないと思うんですけれども、まあ、そういう中でね、どういうふうに打つのかっていうのは、まあ 見どころでしたけれども、はい、では初手から見ていきたいと思います。パク九段の黒番です。まあ、中村三段はね、いつもの2連星です。でかかりまして、でかかりまして、まあ付け引き定石ですね。で三間に開きました。で三三に入りました。でかけて下跳ねましたね。最近よく下跳ねる手よく打ちますね、中村三段ね。押さえて切って当たり打って伸びて当たり打って取っ当たり打って、そしてこっち当たり打って押さえて抜いて、で一間に飛びました。まあ定石ですね、はい。でここでまあこっちちょっと詰めていきまして、まあ普通はね3線に詰めるんですけれども、ちょっとこっちの模様が大きいのでということで、まあ高くね打ちました。でここでまあ手を抜いてね、まあこう肩ついていきましたね、はい。でここで打ち込んでいきました。でまあそれに対して、まあ、二間に取りましたね、はい。まあこう渡っていくのはちょっとね、損な意味もありますから、黒も渡っていきますので、この石を一子を捨ててね、まあそういうのがありますので、まあ、単にね二間に取りました。でここで一回受けましたね。そう、一回受けただまあ損がないですから、ここでまあこういうふうに抑えられると、この模様がね、この辺の模様が良くなりますの でだから一回ここはね、はい、入りましたね。で一間飛んで、そしてまあここ、大きいところですね、これね、はい、非常に大きいところです、はい。まあ、むしろここを肩ついていた時にここ締まりたかったぐらい大きいところですからね、ここはね、はい。まあ、最後の大場っていう感じですね、ここはね、はい。でここではまあ挟みましたね。まあこっち受けるのはね、こっちに石が来ていますから、これダメ場ですから、どちらかといえばね、こっちは、はい。でまあ挟みました。で一見飛びましたね。まあ渡ろうっていう手ですね、これね。こっち渡ると同時にまあこっちもね渡っていくっていう、まあ両方見た手なんですけれども、まあそこで一回こっち跳ねましたね。こっち跳ねまして、でここ一間取りました。まあ、こっちに渡るのはちょっとあれですから、まあこっち一間取りました。で、肩つきまして、張って一間飛んで、で三三に入りました。で押さえて伸びて、まあ定石手順ですね、はい。これは中村三段が好きな布石ですよね、この一間の形はね、はい。中村三段のいい好きな形になってます、今。で、一間飛んで。で、ここでね、まあ、逃げずに、桂馬に打ちました。はい。まあ、切れないだろうという読みですね、これはね。はい。切ってくると損するだろうという読みなんですけれども。まあ、こう、コスミつけまして、で、ここでね、ここ、コスミつけた手は、なかなか面白い手ですね、これはね。はい。うん。まあ、これでよって、今度ね、こっちにね、一間ね、飛ぶ手が、こっちの相手の地を割りながらね、はい。で、この石行きますので、別にね、はい。逃げなくても、中で生きることができますのでね、はい。こう一間飛んだりすればね。ですから非常にいい手です、はい。で、ここでですね、ここをね、まあ、付け越したんですけど、これはね、いい手じゃなかったですね。で、跳ねて、切って、で、一目抱えて、で、まあ、これ渡って、
結局ポン抜きを与えたのはこれ良くなかったですね、黒ね、はい、これで白が優勢になりました、はい、でここでまあこれ切られるのでね、ここまあ連絡しないといけないですね。でこれ、まあ、あとこうとかこうがありますからね、これもうほぼ渡ってますけれども、こうがありますので、これ、はい、これ中村さんがね有利になりましたよ、これここで。でここで、はい、一手飛んでいきました。こう大きいとこですね、はい、で伸びて、でここで一軒飛んだんですけれども、そうですね、まあ一軒飛ぶのはねちょっとまあ伸びたりこっち打ったりするのはちょっと働きが悪いので、まあ一軒飛んだんですけれども、まあここではね、まあしっかりとこういうふうに打っておく方が良かったと思います。こうとか、あるいはこっち引いておくとかね、はい、こう打った方が良かったと思います。まあここで一軒取りますね。これ跳ねまして、結局こういった時にね、この当たりが痛いですから、うん、で結局まあ継ぐのが本手だと思うんですよ、ここで。まあ継ぐのが本手だと思うんですけれども、まあここでね、まあここで弾いたんですよね、はい、これがねちょっと難しくしましたね、5をね。これで悪いっていうわけじゃないですけれども、難しくしました。でまあとりあえず抜くんですけれども、さあコウ立てとしてね、実は今ね適当なコウ立てがあんまりないんですよ、これ。であるとしたらここに1個コウ立てがあるんですよね、ここに1個コウ立てがあるんです。でまあこれ継いだらまあこういうふうに出てね、まあ、こういうふうに打って、まあ一応隅を取れますからね、これでね。もうこういう振り替わりですね、はい。ここに1個あったんで、これ以外はダメなんですよね。で、パッと見えるのはここでね、ここで、なんかこういうコウ立てとかあるんですけど、これはね、効かないんですよ。これ継いだら、これ全部取られますので、これはね、効けないんです。これはね、大きいんですよ、こっちの方が。うん、まあそれでもね、まあ互角なんですけれども、うん。だからこういうコウ立てとか効かないんですよね、うん、しかしですね、まあ、実戦でここでねこれを打ったんですよね。これがね問題でした。ただこれもね、ここで相手がね、ここでまあ継いだ時にここでもね、実は冷静にねこういうふうに、ね、生きていれば実はまだそんな悪くなかったんですよね、はい、もうこれはもうこうほっといてね、ここ生きればよかったんですよ。まだこうじゃなくて、こう立てじゃなくて、だからこう立てじゃなかったっていうことなんですけれども、じゃあ多分まあ黒はね、まあこう伸びるでしょうね、はい、こういうふうに打てばまだね、うん、まだそんなに悪くはなかったんですけれども、まあさっき有利だったのがなくなるぐらいですから。しかしここでですね、まあこういうふうにねこれ打ってしまいまして、こう立てとして勘違いしちゃったの、これはこう立てだと思っちゃうたんですよね。でもここでもここね、まあ、これ出られて、これ全部死んでしまいましたね、ここは、うん、これはねこっちより大きいです、ね、しかもこれもう一手入れないといけないじゃないですか、はい、だからここでこういうふうにこうに打つぐらいなら、むしろここでそのまま出た方が良かったぐらいです、はい、単にね、まあ、でも多分これでもおそらく黒子ついてくると思います。でまあこういって、まあ、こういうふうになると、まあ、こういう別れになると思います。それでもね、まだこっちの方がマシでした。ここにいる結局実戦ではね、ここに石がいるじゃないですか。これ何の意味もないですから、ここの石っていうのは。だからかなり損しましたね、これは。でこれでちょっとね、もう黒のペースになってしまいました。で跳ねて、でここに打ちました。まあこういう感覚はすごくいいんですけれどもね。でまあこう当たり打って、で一軒飛んで、まあここが地だって言ってるんですけれども、さあこう挟みつけられた時に、これ誤っちゃったんですよね。これは良くないですね。もう今形勢が悪いですから、おそらくまあここに行ったらこの石多分ね取れないと思います。取れないと思います、はい、取れないと思いますけど、こういう風に行かないといけない、そういう今はそういう形勢ですから、こう行かないといけなかったんですけれども、うん、ちょっと判断ミスですね、これはね、明らかに、うん、これはちょっと判断ミスでした。でまあこうってね、でまあ当たり打って抜いて、
ってこれ後手でここつないでますから、で覗いて、でここではもう継がなかったですね。覗いてここでまあそうですね、まあついで、まあついでくれたらまあこんな感じで打ってね、これはちょっとまあ利かされない。で、まあこの石は取れてもこの石は取れないですから。で、石はこの辺に来るとこの辺もちょっとね、なんかちょっと怪しいじゃないですか。まあだからここではですね、結局、まあ反発したんですけれども、まあ出て、押さえて、曲がって、で、ここ曲がって、当たり打って、伸びて、で、押したんですけど、まあ、ここ、当たりを打たなかったのは、ちょっと意味はよくわからないんですけど、まあ、とにかく押しましたね。で、ここでですね、こうぶつかった手が、これが問題でしたね。これはですね、何が問題かって言ったら、こう、切られて、ここ、当たり打たれて、これは、まあ、伸びないといけないじゃないですか。で、またここ切られたら、これはちょっとね、もう、持たないんですよね。うん、こう断点がこれ2つあると。だからここではまあダメを詰めるって意味はあるんですけれども、ここではこっちに打たないといけなかったです。はい、こっちに打って打ったらまあ断点が1個しかないので、これだったらちょっと怖いですから、黒もこの中でいけないといけないですから、うん、こういうふうに打つべきでしたね。うん、ここでもちょっとミスしました。まあ実戦ではここ打ちまして、で伸びて、でまあこれ主張で取られるので、ね、まあ当たり打って、で2件飛んで、で跳ねました。ここで跳ねましたね。まあなんか知らんけどここで跳ねました。まあ1件受ける一手かなと思うんですけれどもね、ここで跳ねましたね。まあでも跳ねた手がそんなに、ここで人工知能はこっちの跳ねた方がいいって言ってましたね。はい、でここでね、パク九段もですね、まあ、受けずにここ一件飛んだんですよね。もうこれ連絡だっていうことなんですけれども、これがね若干ねちょっとね碁をね難しくしたんですよね。でここでですね、こうつけた手がねいい手なんですよ、すごく。このつけた手がね結構いい手で、これによってですね、もうこれ取るためにはこの石を取ってまこういうふうにいかないといけないんですけど、これはこういうふうにたら、ここ継がなくていいじゃないですか。でここ割ってますから、うん、これはねなかなかの手だったんですよ。でそういうわけには いけないから、まあ黒もね、そこでまあ結局ここ下がるんですけれども、これはですね、これはねここ渡ったらこれは生きですね。生きましたねこれ。はい、これはここに打ったらこれは生きですね。この石が生きましたね。うん、まあこれまあ受け方が2つあるんです、黒はね。まあこれをねこういうふうに打つのは、これはねこう覗かれてここに、まあこれはこっちついたらこれはもっと大きく生きますね。こうやって大きく生きてしまいますし、あとまあこう空き三角を打つのは、まあ、こう一回出てね、まあこういうふうに行って、まあこう曲がっていけば、これこういうふうに打つことが、まあこういうふうに打っても、まあこれ切ったらこういかないといけないんですけれども、まあ先手でこういうふうに、これ、結局3子取らないといけないんですけど、これで大きくいきますからね。はい。なので、ここでは、まあこういうふうに受けるしかないんですけれども、するとまあここに割り込んで、まあ切ってこういって、まあこう取って当たり打って抜いて、そしてこういけばこれは生きですから、はい、こういうふうに生きれたんですよね。実はこれでねかなりもうほぼ互角っていう感じだったんですけれども、すごいいい手打ったんですけれども、さあここでですね覗いたんですよね。で、この覗いた手が本当に悪手でしたね。第一巻のここに渡ればこれで生きてるんですよ。なのにここ覗きを打ってしまったっていう。これ本当に悪手でしたね。で、覗きを打った場合はさっきも言ったように、こういうふうに言ってね、渡って、相手がこういった時には、まあこういうふうに覗くっていうのはありますけども、
で、これって多分錯覚したんでしょうね。はい。だから、これが成立すると思ったんでしょうね。はい。しかし、実践でここで覗いたもんです。この場合は違うんですよね。こう覗いたら、黒はですね、そう、実践で見たらわかるんですけど、ここに行かれて、これはね、この石はもう生きれないんですよ。さっきはこれがなかったから、こういうふうにコスめなかったんですけど、今はですね、今は、まあ、実践見たらわかるんですけど、これ渡った時に、これコスむことができるんですね。ここに石があるので。さっきはコスめなかったのに。で、これでですね、これ打ってね、単に死んでしまったんですよ、この石が。単に打ってたら生きてたのに、ここで、ここに行って打ってから取られてるんですよね。これはね、これがね、もうほぼ敗着でしたね。これが、まあ、実質的な敗着だと思いますね。はい。まあ、この後ね、まあ、こういうふうに打つんですけれども、まあ、当たり打って、ば、ってこう打ってね。まあ、結局これは、で、この後はですね、まあ、パクジュアン君はちょっとね、取らなかったですね。ただ取らなかったです。うん、まあ、こういうふうに打って、まあ、こう当たり打って、で、当たり打って、継いで、抜いて、こう打って、抜いて、こう行って、で、ここでね、取りに行かなかったです。取らずにこっちを取りました。うん、まあ、さっきはね、この石が取れなかったじゃないですか。取れなずに白は生きたじゃないですか。今は、これは生きたけど、これを取ってますから、この3子をね。だからまあ5目ぐらい得してるんですよね。で、まあ結局これがまあ、まあ、白ここでこういってね、まあ生きるんですけれども、まあここでね、こっち切ってこの石をね、取りに行きましたね。であとは、まあこれをどうしのぐかっていうことなんですけれども、はい。まあこれはまあとりあえずね、付け越したんですけれども、まあ、ここでこういうふうに行きました。これ切らなかったですね。これ切らなかったのは、これどういう意味かって言ったら、もうこれ丸ごと取りに行きますよということです。はい。まあそこまでやる必要ないと思うんですけれども、パクジョンハクさんも、はい、全部取りに行きました、これ。はい。で、まあここつけて、まあ跳ねて、まあ一件飛んで。まあでもまあ、難しく打ってますよ、中村三段もね。難しく打ってはいるんですけれども、まあ当たり打って、でついで、でここでね当たり打ったんですよね。これ一眼を取れたね。これがね若干問題でした。はい、若干問題でしたよこれ。でここでまあ伸びて下がってつけてついで、でこういここでねここ一件つけたのはねまあ第一感なんですけど、この手がまあまあもともと敗着だった。もう元々もう負けてたんですけれども、ここではね、まだ、うん、まあどっちみちこれでもね、生きてはいないんですけれども、まあここではね、まあこういうふうに行く手はあったんですけれども、うん、まあこう受けたらこういうふうに打って、まあこういうふうに打ったらちょっと難しくはあったんですけど、でもまあ多分正確に打たれたら死んでたと思います。はい。まあ実戦ではね、まあこう一件つけた時に、もうここ正確にここに打たれて、これでもうダメでしたね。はい。これでもうこの石は死んでしまいました。はっきりとね、死にました。で、まあ、ここを打つんですけれどもね、こうって、で、一見飛ぶんですけれども、ここ、まあ、しっかりついでね、はい。で、ついで、こう打って、こっちを突きましたね。まあ、こっちを突くか、こっちを突くかなんですけれども、まあ、どっちついても、まあ、どっちみち切ってきますので、はい。うん、で、まあ、ちょっと攻め合いでも勝てそうもない。こっちの攻め合いでも勝てそうもないし、こっちも危ないしね。はい。ということで、まあ、ここに行って、まあ、こう行かれて、これでもうはっきり終わりました。この碁はね。はい。この碁はもう終わりました。はい。もう、こう手が長いし、はい。で、この辺もちょっとね、もう、当たりとかあって、またね、聞かされる手がいっぱいありますので、はい。この手、ここではもう終わりましたね。はい。で、結局この後ね、まあ、いろいろ、頑張るんですけれども、中村三段が、結局、ここまで打たれまして、結局ね、これ全部取られましたね。はい。全部取られました。全部取られました。はい。結局全部取られました。この辺の石まで全部取られましたね。はい。で結局ここでね投了しました。はい。なんて言えばいいんですかね。
まあいい手は打つんですけれど、中村さんで、なんかその後が続かないんですよね。なんかね、その後にまあちょっとミス、重要なところでミスがもう今回はまあ目立ちましたね。はい。まあだからパク・ジュアン九段もインタビューで言ってたんですけれども、まあちょっと中盤戦がね、ちょっともうちょっとまあ補わないと、補ったらもうちょっといい成績上げられるんじゃないかとか言ってましたけれども、まあそういうとこがありますね、やっぱりね、中盤戦ね。はい。まあ結果的には、まあ、完敗だったですね。はい。まあ、非常に残念でしたけれども、はい。以上です。